はい、皆さんこんにちは、ロリエパティシエです。今日は特別企画としてパティシエという仕事のメリットとデメリットについてお話をしたいと思います。まあ、これは一般的な視点で見てますので、僕の店はちょっと違うよとか、私の店はそういうなことはないっていう店のオーナーの方もいらっしゃると思いますけど、まあ、本当ちょっと一般的なパティシエのお仕事についてのメリットとデメリット、僕から見て僕の経験上も入ってます。それのお話をしたいなと思います。まずパティシエのデメリットからお話ししますね。まずはもう労働時間が長いっていうのが一つ言われてます。まあ、でも今ではちょっと改善はされてると思うんですけど、やっぱ僕らの若い頃っていうのは本当朝6時7時からもう本当夜中まで働いてたっていうイメージがすごく強くて、まあ、うちなんかまあ割とそんなに夜遅くまでするってことはないんですけど、イメージとしては結構労働時間が長いっていうのがあるのかなと思います。続きまして、1日立ち仕事ということですね。まあ、これに関しては慣れます。結構初めの方はしんどいですね。ふくらはぎがパンパンになっちゃって、まあ、初めのそうですね、もう1週間2週間っていうのは本当にしんどいなと思うんですけど、立ち仕事は本当慣れてきますんで、そちらの方はもう大丈夫なのかなと思っております。続きましてが見習い期間があるということですね。まあ、これ見習い期間って何かというと、パティシエになったばっかりの時ってやっぱ見習い期間どうしてもあるんですよ。よく質問されるのが見習い期間っていうのはもう皿洗いしかできないんですかっていう質問があるんですけど、多分ねこれいろんな店あると思うんですけど、そういうことないと思います。今は割とお菓子触れますし、いろんな仕事はできると思うんで、ただ見習い期間っていうのは通常の仕事が終わってからがやっぱり練習期間っていうのがありますんで、仕事終わってからナッペの練習とかチョコ弁を書く練習とか、まあ本当にちょっとまあ終わってから1時間2時間ですけど、まあ、そういう練習する期間っていうのがやっぱりどうしても必要です。で続きまして、理想より地味な仕事が多いということですね。これどういうことかというと、割とやっぱり華やかな世界で結構パティシエって地味な仕事多いんですよ。一つ一つ計量していって、グラニュー糖、800グラムとか薄力粉を、600グラム、こうほとんどパティシエの仕事、まあ、半分とは言わないけど3分の1は計量で終わるんじゃないかっていうぐらいの仕事ですね。これ本当僕ちょっとメーカーさんかどこか機械屋さんにちょっと相談なんですけど、もうコンピューターかなんかで、グラニュー糖800グラム薄力粉何グラムって書いたら、もうそれが一気に出てくるし、機械ってあればね、本当僕らの仕事ってだいぶ楽になると思うんですよね。ぜひそういう機会を作ってるっていうところがあればね、ぜひ紹介していただきたいなと思います。で続きまして、これメリットデメリット関係なく、ちょっとパティシエあるあるというのをちょっと紹介したいなと思います。赤の色素でマジパンとか作ったり、プラチョコで作ったり、どうしても手が赤くなっちゃうんですけど、これ洗っても洗っても割と手が赤いまんまなんですよ。これもう本当に何回洗っても赤いまあ、お家に帰るんで、その帰り道にちょっと見られるとちょっと恥ずかしいっていう、なんか本当にちょっと人すごい手真っ赤だけど大丈夫なのかなってちょっと白い目で見られちゃうこともあります。続きまして、ラックにかかってる鉄板でちょっとやけどしちゃうっていうの、これ本当気をつけてください。本当に割と釜周りっていうのは本当にやけどしやすいんで、もうこの辺はねもう本当に今出したばっかりだよっていうね、焼いてる人がしっかり教えてあげるというのが、これ本当にちょっとやけどしちゃうっていうのもあるんで、こちらの方を気をつけてほしいなと思います。でこれはちょっと僕の経験上なんですけど、
バンジュって言ってお菓子を入れる入れ物があるんですよ、バンジュっていう。これを僕全然分かってなくて、ちょっと先輩からバンジュ持ってきてって言われて、え、バンジュ、まんじゅ、ま、僕まんじゅうと勘違いしてて、え、なんで洋菓子店でまんじゅうがあるんだろうと思って、いや、まんじゅうとかないんですけどって言ったら、いや、バカ野郎、そのバンジューって言ってお菓子入れるやつだって言われて、あ、これがバンジューって言うのかという、本当にバンジューとまんじゅうを間違えるというちょっと失態を犯してしまったというのがあります。続きまして、パティシエになるメリットを最後お話したいなと思います。シンプルにお菓子が毎日食べれるという幸せですね。からこれは本当お店によってなんですけど、うちなんかは割とロールの端切れとかクッキーとか焼き菓子とかちょっと焼きすぎたものっていうのはちょっと弾いてて、もういつでも食べていいよみたいな感じでしてますんで、まあ割とでもね、やっぱ試食もしないといけないんで、毎日何かしらお菓子は食べますね。だからまあお菓子はシンプルに毎日食べれていいなという。続きまして、もうお菓子に囲まれてすごい幸せを感じるということですね。もうお菓子をやっぱ毎日作るんで、もうやっぱりね、お菓子好きな人にはたまらないですよね。自分の作ったお菓子ショーケースに出して、お菓子に囲まれてすごい幸せな気分になるという、続きまして、やればやるほど技術が上がるっていうのが実感できるということですね。もう見習い期間を得て、いろんなお菓子作ると思うんですよ。焼き菓子、生菓子、ムースとかも本当にいろいろ作ると思うんですけど、本当に自分が何でも作れるようになったら、技術がね、本当にいろんなところで試せれるんで、やっぱお菓子作るっていうのは技術覚えるっていうのは非常にね、自分にとってもプラスになることなんでね、もうこれはもうメリット以外ないと思います。続きまして、もうこれがパティシエになるメリットの全てじゃないかなと思うんですけれども、お客様から感謝されるということですね。お菓子買っていくお客様ってやっぱ皆さん笑顔なんですよ。でそれで本当にありがたいことに街でも声かけていただいて、あなたの作ったスイーツ非常に美味しいねって言われるっていうのは本当未だにやっぱ嬉しいですね。もう例えばうちだとウェディングケーキとかもよく作らさせてもらうんですけど、もう新郎新婦が手を握って本当ありがとうございましたと本当言ってくれる、これほどやりがいのある仕事はないのかなと思うぐらいですね。でもう一つ僕が非常に大好きなシーンというのがあって、クリスマスなんですけど、家族4人でクリスマスケーキを買いに来て、お父さんとお母さんと子供2人で一つのこのクリスマスケーキを中心に家族が笑顔になっている姿を見るのも僕大好きなんですよ。これは本当にこのクリスマスケーキ一つでこれだけ人を笑顔にできる仕事ってなかなかないかなと思って、僕はもう本当にそれを見る、毎年見るために本当クリスマスケーキを頑張ってるっていう、非常に幸せを感じる時ですね。ということでね、パティシエのメリットデメリットについてのお話だったんですけど、いろんな仕事でメリットデメリットあると思うんですよ。ただまあ本当にこのパティシエっていう仕事は僕はもう20年続けてるんですけど、本当にやりがいのある仕事で、もう本当におすすめしてます。人を笑顔にできる仕事そうないと思います。ぜひパティシエっていう仕事をぜひおすすめなんで、これから目指しているお子様、ぜひパティシエ目指して頑張ってください。またね、これからいろんなお菓子作る動画上げていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もご覧になってください。以上がパティシエのメリットとデメリットのお話でした。それじゃあバイバイ。もしよかったらチャンネル登録、作ってほしいスイーツをコメントしてください。